銭形平治取物控え、野村古道、お藤は徳、一。平治、頼みがあるが聞いてくれるか。南町奉行配下の吟味与木笹野新三郎は、自分の役宅に呼びつけた銭形の平治に、こう言うのでした。 ええ。旦那のおっしゃることなら、嫌を申す足ではございませんが。平次は縁側にうずくまったまま、おかっぴきとも見えぬ、修礼な顔をあげました。笹野新三郎には重々世話になっている平次。今さら頼むも頼まれるもない間柄だったのです。南のお奉行が、 ことを分けてのお頼みだお前も聞いたであろう深川騎の甲州や万兵衛が今朝人手にかかって死んだという話をつい今しがたたまりにいる八五郎から耳打ちをされましたあの辺りは須崎の金録が縄張りでそれも承知で頼みたい甲州や万兵衛は常人ながら おとは別婚の間柄一日も早く下手人をあげたいとおっしゃる勤録は一生懸命だが何分にも老人で届かぬこともあろうすぐ行ってくれかしこまりました吟味り気に頼まれてはいやもうもありません平次は不本意ながら大先輩 須崎の金六と手柄争いをするつもりで騎馬まで行かなければならなかったのです八、てめえが行くと目立っていけねえ神田へケールがいい英体まで行くと後ろから影のごとくついてくる古文の八五郎に気がつきましたケールといえばケールますかね親分 あっしがいなきゃ不自由なことがありますよ。八五郎の大きな花が、浅い春の風をいっぱいに吸って、悠々う,う,うぬぼれ心を楽しんでいる様子です。バーカ大川のかもめが見て笑ってるぜ。かもめで幸せだ。この間は馬に笑われましたぜ。親分の命だが、 馬の笑うのを見た者は日本広しといえども担当はあるめ呆れた野郎だその笑う馬が騎にいるから公衆屋へ行くついでに案内しようという話だろう。下げはちゃんと分かっているよ <laughs> 親分は見通しだ八五郎は何とか口実を設けては親分の平時についていく工夫をしているのです 牙場へ行くと、町内大きな声で物も言わないありさまで、その不気味な静粛の底に、公衆屋の屋根が、しらじらと昼下がりの日に照らされておりました。ああ、銭形の。何心なく表の入り口から顔を出した須崎の金録は、平次の顔を見ると、言いようもない悲壮な表情をするのでした。 ちょいと見せてもらいに来たよ。八の野郎の修行に。平次はさりげない笑顔を見せます。笹野の旦那の言いつけじゃねえのか。とんでもない。旦那は兄の腕を褒めていなさるよ。歳はとっても金六のようにありたいものだって。育てちゃいけねえ。金録はようやくほぐれたように笑います。 近頃、難しい事件というと、八丁堀の旦那方がすぐ平次を差し向けたがるのは、相当岡っ引き仲間の神経を苛立たせていたのです。俺の手柄なんかにする気はとうねどんなことだか、ちょいと教えてもらえめえか。それはもう、銭形のが知恵を貸してくれさえすれば、半日で拉致が開くよ。 証拠が多すぎて困っているところなんだから根が人のいい金緑は自分の手柄にさえケチをつけられなければといった心持ちで気軽に平次と八五郎を案内しました棚の中はムッとするような陰酸さこの重っ苦しい空気を一口呼吸しただけで人間は妙に罪悪的になるのではあるまいかと思うようです